さてはですね、今ですねパレードを終えてですね、僕は先にこの今陳三言の前にいるんですけれど、皆さん見てください。もう周り360度全部人、すごい人でしょう。でですね、この後ですね、この陳三言の前でこちらですね、三叉踊りが行われるということで、僕もめちゃめちゃ楽しみです。周囲をたくさんの見物客に囲まれながらの三叉踊りのパフォーマンス、とても感動的な光景ですね。今回の日台交流もとても素敵な交流となっています。大家好、我们是来自立北岩手县仙岩水田仙岩三叉舞舞者ミス三叉三叉大舞念非常高兴のゴンサンザリシ平常ゴン理念平常ワンジ也请大家静静享受也请大家多多指教哦。この台湾との、なぜこの台湾で来てこの三叉踊りをやられるとか、この交流のきっかけっていうのはどういったところだったんですか？前からの台湾の皆さんとは交流はあったんですけれども、まあ今回青山宮さんも神社ということで、まあ盛岡の三叉踊りも鬼退治、そうですね、鬼退治神社は悪霊退散ということで、そこでこうコラボレーションして、なるほど、鬼退治悪霊退散のコラボレーションで呼んで、最強じゃないですか、はい、なるほどね、わかりました。ちなみになんですけど、聞いたら世界最大のギネス記録にもなってるって、世界最大のそうです、ね、パフォーマンスとしてもされてるみたいなんですけど、そうです、それが2017年かな、太鼓の同時演奏で世界一になりました、すごいですね。それ盛岡でやられたんですか？盛岡で、陸上競技場全部使って、はい、うわ、すごそうですね、はい、まさか三叉踊りがギネスブックに記録されているなんてすごい。さらにこうして台湾に来てパフォーマンスを披露できるなんてとても光栄なことですね。ここからは圧巻の和太鼓によるパフォーマンスを披露してくださいます。ということでですね、皆さん見てください。今ですね、太鼓の皆さん千夜と、あとあそこのね大きい太鼓にこの間のラオスがいらっしゃるんですけれども、もうね始まった瞬間会場の雰囲気がガラッと変わってですね、ものすごく熱いパワーを感じますね。これ僕も引き続き見守りたいと思います。すごいです。千夜と20年の付き合いだったので、そうです、高尾監督の師弟の関係なので、そうですね、師弟の関係、20周年ということで、はい、私たちのご家先と、それからお知り合いの石塚姉妹に来ていただきました。あ、そうなんですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん台湾は初めてですか？はい、初めてです。どうですか、実際に台湾でこうパフォーマンスされてみて。人の多さと、はい、日本の文化に喜んでくれるっていうことで、すごい感無量で、あ、本当ですか、来てよかったです。やっぱ緊張したけど、やっぱ皆さん優しくて、はい、もうすごく楽しんで、あ、本当ですか、ありがとうございます。じゃあ最後までぜひ楽しんでください、はい、ありがとうございます。20年前に台湾にお世話になった時から、はい、もう
家族のようなお付き合いの仲間がたくさんいるので、はい、もう帰ってきたという感じで、帰ってきた、ホーム感いっぱいで今楽しませていただいてます。台湾の方もとてもホスピタリティがありますからね、はい、すごくこうね、太鼓集団の皆さんどうもありがとうございました。さらに今回の交流は特設ステージもありとても豪華。ここで交流のきっかけを青山宮の方に聞いてみましょう。因为我每一年都会到日本去看庆典，对。那从我从2017年的时候知道这个盛冈三山奥多里开始，我每一年都有去参加他们的活动。哦。那刚好他的起这个三山五的由来跟起源跟我们的平安尊王一样，对对对，阿弥勒泰山龙的原因，对。だから今もし今回が168年の金山国宝祭りの時に、もし。それでが一緒に参加しますでが、あのみんなも体験して、日本の一番美しいの祭りの、はい、なるほどね、優雅ですからね。那么我们也希望青山宫能作为我们城西区万华区的代表，能够让更多的国际化的活动，让更多的人来看到我们的文化。嗯嗯，没错，而且当地也是很热闹的，很厉害哦。我想这三年哈，高志都跟我们一起走过，从青山宫165年到今年168年一路发。那今年高志也跟着我们去日本，去也日本交流，你带我去你的家乡，那我们去了高冈，我们去了立波，我们去参加他们的四至五。那我们看到日本的麻子里跟台湾的麻子里很多的不一样，但有很多的雷同之处，那就是一个信仰。所以这样的一个信仰，我们希望因为信仰而交流。所以日本麻子里呢，每一个祭典都是超过百年，而青山宫的百年祭典就是168年的青山祭。所以呢，透过百年的祭典的交流，我想更能够凸显出双边的友谊，透过信仰的连结，创造不一样的价值。なるほどね。这个价值很厉害的，真的。两位どうもありがとうございました。谢谢你们。今日一日ですね、この青山宮の皆さんとこの盛岡のですね、三叉踊りの皆さんの交流を取材してきました。いやもうね、一言で言うと感動しました。いやもう本当にすごいですね。やっぱりまずね、パワーが本当にすごいですし、何よりですね、この台湾の台北なのに、なんだかちょっとこうチュアントンな昔ながらの雰囲気のこのもんじゃで、しかも日本の盛岡の三叉踊りを見る和服のですね、皆さん和服で綺麗でしたね。すごい優雅ですし、踊りももうね、そんなね素敵なね三叉踊りを今日一日取材してきたんですけれども、皆様いかがでしたか、三叉踊り。実はですね、僕も生で初めて見たんですけれども、思っていた以上にですね、あの三叉踊りの皆さんめちゃめちゃメニュー、冗談ですよ、冗談、メニューなのはもちろんなんですけれども、あのですね、やっぱり踊りがすごく優雅でですね、本当にね素敵だなと思いました。そして何よりもね、台湾のこの土地の皆さんのとてもホスピタリティ、ルーチンのあの気持ちがですね、このミックスし合ってね、もう現場が大盛り上がりで本当にすごかったですね。もう街中歩いてる時大スターがいるんじゃないかっていうぐらい大盛り上がりで、他にもですね、僕朝ね、朝ごはん食べに行きましたよね、もんじゃの人々の、いや美味しかった、びっくりしたわ、ね、ぜひ、ね、皆さんもですね、もんじゃに来たらですね、あの朝ごはん屋さんぜひ行ってみてください、とっても美味しいですから。ということで皆さん、これからも日台の友好を願いながら、僕たちもいろいろと取材を頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またね、バイバーイ。カオランジェム、はい、シーファンマー、シーファンの朋友们、如果有话要对我说、也在请在留言哦。